ですね。あーちょっとねオロに対してのチュンリはさすがに正義なんですよね。そうですね、どうしようもないからね。いやそれぐらいねオロって結構ひどいキャラクターなんで、やっぱりあのチュンリが許されてしまう瞬間なんですよ今。まあねえねえやっぱそうなるよね。そうちょっと今ねこれ今チュンリが今義賊になってるから。本当に義賊悪を成敗する。そう悪を成敗する。しかも玉ハメじゃないとちょっとマイケルもハマり地にしてほしいですかね。どちらかというと。ああ大衆偉い。あ埋まってない。投げこすってる。これねある結構匂う今。おあうまい。あっとはやばいっすね。ワンチャン引きられなかったら端で死んでましたからね。そうですね死にかねないですね石ならば。そうですね、オロはね移動投げに割となすすべがないキャラの一つですね。リスクを終わらせられにくい、かなり壊し鬼ヤンマとかで割っていくとか。おっとこれはおっあこれはこれはキャンセルが早すぎたパターンですか。ですかね。腹キャンなのか腹キャンか自分に負けてしまったのか。緊張感ありますからねあの瞬間だけは。そう大会はそういうもんですからね、はい、しょうがないっす。これはただお互いミスミスなんでね。ねえ、お互いなしと。俺としてはゲージ吐かなかったときまあマシでしょうという感じでしょうか。はい、まあでももうチュンリーのゲージが 1.5 本の地獄ですね本当に。どう近づけえなんていうね。おーっと刺さり天狗乱れ石。あこれは一発さん。おクラップしてる。スタンチがやばい。さあ、今二王力をミスったんでしょうか。うわあ！いやでも今2分1で勝負しに行くとこでした。今のは勝負しに行くとこでした。しょうがないです。